まあ、サイドバック中心にやってます。去年は守備の練習が多かったんですけど、まあ、今年は攻撃の練習も去年以上に多くなってるなっていうふうには思います。ナルトを見てます。どんなところ？いやもう全部好きです、はい、何試合出場も特に考えてなくて、5ゴール5アシストは、まあ、どこのポジションやるか分かんないですけど、5ゴール5アシストは目指してます。いや、まあ、まあ、うん、できればいいですけど、まあ、サイドバックもサイドバックで本当に楽しいのでやりがいあるし、まあ、いつか年重ねるごとに前の目のポジションできればなっていうふうには思いますけど、今は本当に与えられたポジションで、はい、結果残すだけです。いや、もう素直にめちゃくちゃ嬉しいです。まあ、どのポジションやってもハイクオリティを出せるように、そしてチームとしてはタイトル取れるように、あとは個人としてはスタメンを奪い取れるように、奪い取れるように、奪い取り頑張ります。